皆さん、どうもどうも、よろしくお話し、ドラゴン TK です。ではね、今回は、ちょっと告知動画ということでね、25日に、まあ、アップしてると思うんですけれども、やっていきたいと思います。まず一つ目、オブリビオンのゲームね、やるって言ってたんですけれども、その正式名称がね、ジ・エルダースクロールズ・ド・オブリビオン、だったんですよ。でね、その正式名称でやっていくと G になるわけよ。C になるわけよ。C になるわけよ。俺今やってるの O やんか。これからやっていくの O やんか。ということでね、ちょっと変えました。その名もね、まあ、アトラスから出ているゲームなんですけれども、まあ、ここでね、気づきの方は気づいてると思うんですけれども、オーディンスフィア、レイブスラッシュというね、ゲームを実況していかな、いきたいかなというふうに思いました。で、それが一点。で、もう一点はね、エンドロール、ちょっとね、変更したいと思います、いろいろ。俺もね、ちょっと思うところがあったんですよ。チャンネル登録しててもなっていうね。別にチャンネル登録してても何の得でもないやんって、思ったんですよ。一瞬ね。いや、ちょっと待て。ちょっと待てと。通知が早いのが、メリットやなって思ったんでね。そこを前面に押し出したエンドロールになっております。まあ、それだけね、もしかしたら25日の夜9時か10時頃にね、アップロードするかもしれません。こういったエンドロール作りましたっていうのをね。でね、あともう一つなんですけれども、それがね、ドラゴン DK の語り明かさないというね、企画も立ち上げてやろうかなというふうに思いました。この企画はね、もう本当に、1、2ヶ月考えてたんですよ。いつやろう、いつ、これ、投稿というか アップロードするようにしようっていうね、それ考えてたんですよ。なかなか決心つかなかったから、もう、いや、やったれっていうね、思いでもう、やっていきたいと思います。まあ、その内容はね、まちまちなんですけれども、アニメであったり、ゲームであったりね、はたまた、道徳的なものであったり。まあ、道徳って言うとね、いろいろね、道徳に背いてる部分はね、人間やったら誰でもあるんですよ。まあ、そういったことをね、熱弁していきたいかなっていう。まあ、いわゆるめっちゃうざいやつやんって思われる可能性も高い。実況者になるかもしれません。まあでもね、まあ、アニメとか漫画とか差し支えないものもありますんでね。まあそういったものもね、含めて、内容をね、語り明かさないとというものを作っていこうかなというふうに思いました。でね、その語り明かさないとなんですけれども、一応僕のこの喋りと、あと実況じゃなくて、その 間違えたよ。一応ね、編集の方も駆使して、まあ、できればやっていきたいかなというふうに思っております。まあね、その日時とかはね、まあ、ツイッターとかもあるんで、お知らせ動画というか、お知らせとかね、でね、ツイッターでお知らせしたり、あと、こういった感じでね、またお知らせみたいな感じで撮って、その一日前に撮って、あ、明日あげますよっていう、そういったことをね、やっていきたいかなというふうに思っております。まあ日時は、それは、時間やね。あと、曜日ね。土曜日になるかと思います、多分。今のところまだ決まってないんですけれども。多分。いや、おそらく。いや、きっと。土曜日になると思います。土曜日のね、夜。まあ、語り明かさないとの、ナイトがね。夜なんでね。夜なんで。夜なんで。夜のね、9時か10時頃にあげたいと思います。まあ今回ね、ちょっと長くなりましたが、ここら辺で終わりにしたいと思います。ではご清聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録。まあもしね、通知が早く欲しいという方がいれば、チャンネル登録してください。あとね、コメントも、たくさん待ってます。あとね、僕は Twitter もやっております。Twitter の方でもね、一応、YouTube のね、アップロードされた動画とかもね、
見れるようにはなっておりますので、もしよければね、ツイッターのフォローお願いいたします。ってことでね、今回はこれぐらいで終わりにしたいと思います。では、さらば。